つぶしです、先生にバレないように書いてたらちっちゃくなりました。一円玉よりも小さなボールペンアートの世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家はボールペン画クリエイター佐藤飛鳥。大学で文学部に通っていた彼女がアートの世界に目覚めたきっかけが、文学部の授業がちょっと退屈で、で授業中先生にバレないように持ってた手帳にたまたま持ってたペンで落書きをしたらすごい楽しくなって、で4年間ずっとそうやって過ごしてたらボールペン画に目覚めました。退屈しのぎから始めたただの落書き、しかしプロとしてやっていくつもりもなく、事務職に就いた彼女の背中を押してくれたのは、ヨーロッパに行ったんですけど、帰りの飛行機でまたなんか旅ノートみたいのに落書きしてたら、たまたま通りかかった CA さんがすごい絵を褒めてくれて、で私にも何か描いてって言って紙をパッと渡してきて、着陸までの数時間ずっと描き続けてプレゼントしたら、もうすっごい喜んでくれて、あなたはジムを辞めて画家になりなさいって言ってくれて、その一言で、あ、私は絵が好きだったの忘れてたって思って、でも画家になりたいって思って会社辞めました。落書きをアートにする、そのこだわりは、もうずっとパイロット社のハイテク紙を使ってて、で大学の時筆箱にもハイテク紙しか入ってなくて、それで絵を描き始めました。 0.3 と 0.4 と 0.5 の全種類を使い分けてます。修正液を使うとちょっと汚くなるし、修正液を使ったっていう作品が残るのが許せないので、もう破棄するかごまかすかです。連続するものシリーズでずっと羊を描いてて、もう本当にあと数匹描けば終わるっていうところで、ちょっとなんか手元がずれてピッと線引いちゃって、もうごまかせないのでピリッてプッてポイッて。ボールペンで始めた落書きだからこそ、それ以外のものは使わない、そんな佐藤飛鳥のブレイク前夜。落書きをした時に黒のボールペンから始まったので、それがブレずにずっと続いてるので、なんか色をつけた方がカラフルでいいんじゃないとかも言われるんですけど、私は黒が好き、黒っていう一番暗い色でよく見たら可愛いみたいな、もうずっと黒だけで描こうと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は絵師小津山口圭介のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。